こんにちは、リラクゼーションサロン和眼瀬の影やんです。今日は風邪予防のツボとして、風池というツボをお伝えしたいと思います。風池というのは風邪に、池と書いて風池と読みます。で、風邪予防の他にもですね、頭痛であったりとかですね、首肩のこり、眼性疲労などに効果が期待できるというツボになります。では風池の場所いきましょう。ちょっと後ろ向きます。ここにね、首の骨がありますよね。首の骨が、でこの首の骨を伝ってこういう風に伝って上上がっていって、生え際のとこまで行きます。で生え際のとこへって横へずらしていって、このへこんだところ、へこんだところが風池になります。ここをですね、息を吐きながら 1,2,3,4 と数えて押します。で息を吸いながら力を抜いていって 5,6,7,8 という感じで押していきます。これをだいたい5回ぐらい繰り返せばいいかなというふうに思います。ということで今日は風邪予防のツボ、風池をお伝えしました。どうもありがとうございます。